こんにちは、フラットチャンネルパパです。今日はですね、津幡バイパスを走ってですね、河北の方向かっております。左側がですね、左の方面、河北イオン、イオンモール河北があるとこです。直進右側方向行くとですね、里山街道の方行くんですが、こちら左の方をそれまして、宇野家の方に向かっております。はい、右車線走ってですね、左側に消防あるところで、信号ですね、左角に8番ラーメンがあるこの信号を右に曲がって宇野家市街の方行きます。はい、青になりました。ここ右ですよ。今日は宇野家でランチをしたいと思います。まっすぐ行くと陸橋があるので、この陸橋を登らずに左、ここですね、この脇の方入る道があるので、こちらを行きます。一方通行の道をまっすぐ行くと T の字止まれがありますので、これの止まれを左曲がると信号、宇野家の信号のところ、交差点左の方に上りがなびいてますね。ここが今日行くとこです。冬の味比べ、駐車場はお店の隣にあります。結構止めれます。はい、駐車場到着。場所はですね、河北市の宇野家になります。もう本当に昔の道沿いっていうんですか、宇野家の方を走ったことある方は、ああここかとわかると思うんですけど、場所はね、こちらの方になります。正面から見たらこんな感じですね。冬の味比べ。それではね、店中入ろうと思ったんですけど、ここ看板があるんですよ。できるものなら何でも作るよ。森食堂、昔ながらの大衆食堂、月曜は休みます。了解しました。それでは中に入りたいと思います。はい、お邪魔します。どこ座ろうかな。着席。まずはもう早速注文しましょうか。何しようかな。定食系、定食のセット、丼セット、丼セットがいいかな。注文しよう。あ、すいません、カツ丼セットで。はい、メニューです。メニューがね、反り返っちゃってますね。裏も表もぐるんと。店内です。お店の方はね、店内の方は昔ながらの大衆食堂、食堂っていう感じの作りですね。テーブル席がメインです。カウンター席はございません。こんな感じです。もう本当に食堂って感じです。そしてね、真ん中にね、このストーブが置いてあるんですよ。非常にあったかいですね、これは。そして奥にはこういう座敷がありました。こんな感じですよ。そしてメニューが反り待ちです。はい、はい、ありがとう。はい、来ました、カツ丼セット。ミニいなりうどん付きですね。これ出汁が美味しそう。漬物と小鉢がタコですね。それでは開けましょう。オープン。わお、この卵の加減、この卵の
カツ丼結構好きです。うまそう。
みません、ごちそうさまです。はい、はい、ありがとう。はい、ごちそうさま、ありがとう。今回はですね、河北市の宇野家森食堂お邪魔いたしました。カツ丼のあの卵いい感じでした。カツも美味しかった。そしてうどんのあの出汁がね、本当に美味しかったね。最後のお茶まで美味しかったです。できるものなら何でも作れよ、森食堂宇野家にあります。皆さんもぜひぜひ行ってみてください。それではまたね、バイバイ。